エドアルド・スエンソン。エドアルド・スエンソンは、デンマーク海軍の軍人で幕末の日本に滞在し、明治4年には、大北電信会社の責任者として、再来日し、日本最初の海底ケーブルを敷設した。スエンソンは1842年7月26日、コペンハーゲンで生まれた。同名の父は、デンマーク海軍の中将で、 ヘルゴランと海戦でのデンマークの戦術的勝利に導いている。スウェムソンは1855年に父が校長を務める海軍兵学校に入学、1861年には少尉に任官した。その後フランス海軍に出港し、1866年8月10日、フランス海軍の一員として横浜に到着した。同年11月には、 朝鮮の高下党攻撃に参加し、負傷している。翌1867年5月1日には、フランス公使レオン・ロッシュが徳川義信に越見する際に売席した。1867年7月に日本を離れた。帰国後は、デンマーク海軍に復帰し、1868年には、注意取った。1870年には、 海軍大臣バルデマール・ルドルフ・フォン・ロースオ府の副官となった。1869年6月にコペンハーゲンで国際通信社を目指して大北電信会社が創業された。翌1870年には子会社の大北中日電信会社が設立され、中国と日本への海底ケーブルの付設を目指した。創業者のカール・フレデリック・ティットゲンは、 ロースリョフを介して、スエンソンを説得し、海軍省より休暇を取らせて、大北電信会社の責任者として、日本に派遣した。1871年8月、上海、長崎間の海底ケーブルが、開通。8月末には、長崎、ウラジオストク間の海底ケーブルが開通した。シベリアでの工事がやや遅れたものの、1872年1月1日には、 日本はヨーロッパと電信線で直結された。なお、この時点では日本国内の電信網が長崎まで達しておらず、ヨーロッパの情報は長崎までは一瞬で届くものの、東京まで達するにはなお数日を要した。スウェム線は1873年に、部長、1874年に、常務、1877年には社長に昇進し、 1908年まで、その職にあった。明治政府は、スエンセンの功績を称え、1883年に、君三島局実中受賞。1891年には、君に陶髄報奨を送っている。1921年9月21日没。ありがとうございます。